じゃあ今日はいろいろやっていくので、あ、カメラが近った、すいません。はい、ウェルカムトゥズボラ英会話。それですね、皆さん前回の R と L の発音を練習できましたか？ Blue black lips Blue black lips Red lorries yellow lorries Red lorries yellow lorries。 はい、今頃もうできるようになってるよね。まあできなくても心配しないでください。これあと人生死ぬまで練習する時間があるので大丈夫。そのうちの5分だけでもやれば上達しますよ。それでは今日はですね、20問 R の発音なのか L の発音なのかっていうのを皆さんに当ててもらいたいと思います。 R と L のどっちかの発音の単語を言うので、これは R なのかな、それとも L なのかなって考えて、20問全正解当ててみてください。目指してね。じゃあそれでは行きまーす。それでは第1問。 Blue Blue Brow Brow Crick Crick Fork Fork Flame Flame Flesh Flesh Glow Glow Pull Pull Reader Reader Lead Lead Rice Rice Bread Bread Right Right Liver Liver Lock Lock Rocket Rocket Cold Cold File File Stall Stall Towel Towel さあ、どっちでしょうか？ R or L? 皆さん20問どれくらい当てられましたか？これは今からですね、 R と L の発音の違いをちょっと理解していただけるように読み上げていきます。 Right, left, right, left みたいな感じで、こっちに R、こっちに L の発音が出てきます、単語が。それは、順番に Right, left でやります。 Brew Blue Brew Blue Brow Blow Brow Blow Crick Click Crick Click Fork 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 Frame Flame Frame Flame Fresh Flesh Fresh Flesh Grow Glow Grow Glow Pour Pool Pour Pool Reader Leader Reader Leader Red Lead Red Lead Rice Lice Rice Lice Red Lid Red Lid River Liver River Liver Rock Lock Rock Lock Cord Cold Cord Cold Fire File Fire File Store Stole Store Stole
Tower. Towel. Tower. Towel.それは皆さんいかがでしたでしょうか。 R と L の発音難しいなって考えている方、案外もうあとは慣れなんですよね。聞いて、よく聞いて、自分の言葉で真似て、もう自分が生まれたての赤ちゃんでこれから喋ろうっていう感覚で真似てみるのはいいと思います。好きなアーティストだったりとか、好きな俳優さんだったりとか、芸能人、何でもいいんですけど、英語が喋れる人の話し方とかを真似てみるといいかもしれないですね。そこで R の発音とか L の発音とか、これ両方を聞いて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 やると上手くなるので、ぜひやってみてください。それでは、楽しかったっていう人はこのチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回。See you later.